そうですね、そうですね、それがちょっと残念でしたね。はい、そして福家祐希、地元香川県は坂出出身の福家が入っています。さあ佐々木拓実、ここから狙っていきました、決まった、一瞬の隙を突いたゴール。いやー、今シュート打つとは思わなかったですね。気持ちのこもったシュート、ゴール決まって1点差。佐々木拓実、2試合連続のゴールとなりました。からですもんね、はい、はい、さあここ誰もが、ね、距離があると思ったんですけど、あ、ブラインド、あ、ちょっとこの栃木の選手ディフェンス人数がかかりすぎて逆にキーパー、そうですね、はい、ボールを確認することができませんでした。さあ1点差に追いつきました。人数はかかっていた。